春はきょう大手企業の集中回答日を迎えました賃金水準を底上げするベースアップいわゆるベアはトヨタが1300円日産が1500円パナソニックが1000円と回答が出されるなど自動車、電気業界では安倍総理の要求通り4年連続のベア実現となっています。ただ上げ幅は 前の年を割り込むところが多くなっています。中継です。はい。午前10時過からあちらのホワイトボードには経営側からの回答が次々と書き込まれています。今年も基本給の引き上げベアの流れです。えただ今のところ去年の実績額を下回る結果が目立っています。電気ではパナソニックなどで去年500円下回る1000円のベアとなっています。えまた自動車では日産が去年の半分にあたる1500円のベアでした。 さらに、トヨタ自動車は1,300円のベアで去年の実績を200円割り、一方、ホンダが去年から500円プラスとなる1,600円のベアとなる見通しです。経営側は安倍政権から前年並みの水準のベアを求められながらも、交渉段階から慎重な姿勢を崩しませんでした。その背景には、アメリカのトランプ大統領の経済政策により、経営環境の見通しが不透明になったことなどがあります。政府が旗振り役を務める完成春党、 4年連続でベアが実現される中ここにきて息切れ感が出てきています。